はい、家を断捨離してキャンピングカーで日本一周しているガタガタ55のガッちゃんとむっちゃんです。今回はお水の話をしたいと思います。お水、そう、飲み水といえば、前回私たちの生活用水は基本無料で手に入れてますということでイオンさんを紹介しました。過去の動画、はい、ありましたが、実は日本一周中に九州に行きましたらちょっと水事情が違いましたので、今日はその九州での飲み水の紹介をしたいと思います、うん、はい、思います。ということで今日は本州とは違う九州での水事情についてお話しします。後半にはちょっとした九州ならではのこういうところでお水がなんていうところもご紹介します。お楽しみに。僕たちの生活には全国で展開しているスーパーが実は必須です。このスーパーがなかったらこれだけ快適に日本一周はできていないんじゃないかというぐらい、まあ、本当8割9割ぐらいはこのスーパーにお世話になっています。なんとこのスーパーでは会員になっていると無料で毎日4リッターのお水がいただけるのです。ちなみに非会員の方は2リッターで20円料金がかかります。また普通のペットボトルでお水を買うのも考えるとやっぱり断然安くいいお水を飲むことができます。ただし水を手に入れるには指定されたペットボトルが必要になります。現在ペットボトルは129円で手に入ります。繰り返し使えるので経済的ですよね。そちらがこのペットボトルです。本州ではそのような形でお水を手に入れながら生活をしていたのですが、九州に入りますとこれがまた違う仕組みだったんです。九州のスーパーでは会員になっていてもお水が有料だったんですよね。しかも大きいペットボトルを別に買わないといけないと。たった数ヶ月の間にペットボトルを買わなければいけない。ちょっと迷いました。しかもなんとペットボトルはスーパー共通ではなくていろんなスーパーで使えたりとか、でもここでは使えないとか、かといってここの店舗ではこの大きさのタイプ、でもこっちの店舗ではこっちの大きさのタイプなんていろんな種類があるんです。そのペットボトルがこちらです。九州イオンさんとペットボトルの水のメーカーさん、形を統一していただけると嬉しいです。結局別の系列のスーパーでは本州で使えていたペットボトルが使えるというのが、まあ、資本と終盤になってから判明したというのもあるんですけどもね。嬉しかった水補給場所もありました。それは湧き水を汲む場所です。特に僕たちの旅の行動範囲では湯布院とかあと高千穂の方では美味しいお水をたくさんいただきました。ありがとうございました。はい、というところで出費的には苦労しましたけども、結局湧きたてのほやほや美味しいお水もいただいたりとか、プラマイゼロというところでした。はい、動画ご視聴の方はぜひ九州ではお水のことペットボトルの件もありますし、ぜひ湧き水をご利用していただければなと思います。はい、ということでですね、こちら本州の無料でいただけるお水と、こちら九州の有料のお水でございます、ね、ペットボトルのこの容器の値段も違ったりして、まあびっくりしましたが、まあでも私たちのこのキャンライフはイオンさんあって成り立ってるなと思いますので、そうですね、ぜひこれからもよろしくお願いしますということでご紹介させていただきました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。またねー。